前のリアサスの動画で作ったリアサスを分解する工具ですが錆びたら嫌なので色を塗りましたもちろん100円均一の塗料にハケです夜中にリアサスを取り外しコソコソといじってみましたまた自作工具で分解します前回のおさらいをしておきますノーマルのリアサス。 プリロードが最弱で使ってます。取り付け長は321ミリスプリングの取り付け長は178ミリになっています。スプリング押さえとリングを取り外します。バンプラバーこれを 6mm カットします。スプリング押さえを止めているナット、これは16ミリ入れた位置になっていますが、これを14ミリにします。 これで組み立てると取り付け長は323ミリスプリングの取り付け長は180ミリになりましたこれが前回までで簡単に言うとバンプラバー6ミリカットしてナット位置を2ミリずらしただけですこれで全長が2ミリ延長になりサスのストロークも8ミリ増えたことになっています今回は ナットの位置を、さららに2ミリずらします。ノーマルのナット位置は 16mm 入れたところでしたが前回のプチ改造では 14mm 今回は1 2ミリになりますそして組み立てますがプリロードは最弱だとスプリングがゆるゆるになってしまいますですからプリロードは最弱から2番目にします結果ノーマルと比べて 全長は4ミリ延長、サスのストロークは10ミリ増えました。プリロードは2番目ですが、サスが伸びてますので、スプリングの取り付け長は179ミリになっています。このサスを車体に取り付け、サグを測定しました。ノーマル、前回のプチ改造と合わせて、表にまとめてみました。 全長は2ミリずつ増えています。乗車時のサグですが、今回のプチ改造の値はノーマルに近いです。これは、スプリングの取り付け長がノーマルに近くなったからでしょう。乗車時に対し、サグがどうなっているのか、見やすいようにグラフにしてみました。 ノーマルの時は乗車時にはホイールトラベルの半分以上の沈み込みがあります前回のプチ改造ではホイールトラベルの沈み込みと残りが半分ぐらいです今回は残りの方が多くなっており数値を見る限りではかなり良くなっていると思いますさてこのす さらなるプチ改造したサスで、いろいろ走行してみました。相変わらず、硬いサスであることは変わりません。ギャップに当たった瞬間の衝撃は強いままです。しかし、それ以外は概ね良好です。特に、ボトム付近で腰があるような感じがあります。オフロードバイクとしては、まだまだ感のあるサスですが、ノーマルと比べて格段に良くなりました。 しばらくはこの状態で乗ってみようと思います。